The Blossom the Project の中川メルと申します。私は100番地を通して、もともとこの Blossom the Project って言って、ちょうど1年前にインスタグラムを中心にメンタルヘルスと社会問題について発信をする、アカウントを立ち上げて、そこからこの今この Blossom the Media っていう社会運動、芸術文化を全部合わせて発信するウェブマガジンを立ち上げるというプロジェクトに取り組みました、この3ヶ月間で。100番地に入居した当時は私一人だけでやっていたので、そこからまあメンバーを募集してって、そこから始まったので、2020年、去年の12月の最初にメンバーを募集して応募してくださった110名の方から絞って、今はライター5名、グラフィックデザイナー4名、トランスレーター、翻訳4名と、編集1名でやってます。で、2021年今年の1月11日に、正式にウェブサイトもローンチして、インスタグラムの方も立ち上げて、これが、ホームページなんですけど、こんな感じで、結構グラフィックデザイナーの方がすごくデザインが得意なので、それをメインに、やっぱりその芸術の面も含めたかったので、それをメインに、やっています。で、こちらがインスタグラムのアカウントも立ち上げて、2ヶ月半ぐらいで、フォロワー数も達成して、目標だったフォロワー数も達成して、記事も、45記事ぐらい書いています。で、私が100番地を通して、あ、これもホームページの様子です。私が100番地を通して何を実験したかったのかっていうと、その実際にみんなはどのような記事を求めているのか、やっぱり今の雑誌だとやっぱりファッションだけとか芸術だけ、もしくはニュースだと社会問題だけ、でもこの3つを合わせたかったので、やっぱり人種、アイデンティティ、ジェンダー、フェミニズム、芸術、この3つが一番読者数が多かった記事です。この3つのテーマに関する記事が。で、やっぱり今後の目標はまだまだ記事を出したいなっていうのと、今の読者層が結構若い方が中心なので、それをどのように増やすことができるのかっていうのが今後の目標で、これが私たちが今後取り組みたいなと考えていることです。ありがとうございます。はい、中川さん、ありがとうございます。なかなかコロナでちょっと100番地に距離的に来るのが難しかったですけど、すごい100人も募集の中から先行してっていう形で、ぜひ引き続きメディアを盛り上げていけたいっていただけたらと思ってます。ありがとうございました。